変な感じだけど、まあ、いいや。すいません、こんなスタンドライト、これもいつ切れるかわかんないし、まあ、いっか。ではお風呂上がりのアイス、アイス。かいちゃんは沖縄のパイ、なんかしたさっぱりしたのがいいって言ってたね。なぜか売ってた、沖縄に買ってきてない。かいちゃんは特製のスプーンで食べるそうです、はい、おお、なぜかこう入りましたけどね、かいちゃん前食べた時は、ね、うん、これなんかなかったよ。あ、そうなの。ないやつ、あるやつがいい。あの6個入りのやつはちっちゃいの、少し、うん、だからなかった。これはでも1個で買ったから、でかいからあるの、うん。これハートなんだけど、え？ハート。なんで？ハート。微妙。あんまり。微妙。微妙。あ、そうですか。開けて。うん。あ、これは？こっちがハートか。逆じゃん、ほら。逆。逆ハート。あ、これ重ねたら慣れちゃう。うん。良くない？お風呂がいないです。いただきます。え、誰かと一緒に食べるアイスはめちゃくちゃ美味しい。しかもこの夜更かしっていうのがめっちゃいい。夜更かしって言ってもさ、夜更かしっていうほどさ、そんな遅くないって。8時51分。なぜかハルくんがいるから遅く感じる。確かに確かに。いただきます。え？ちょうどいい。溶け具合かいちゃんまでね、気持ちいい。うん、みパッと見なれ何だと思いますか？お酒じゃありませんからね、これ醤油ですからね。 この文字見ないパッと見ると、確かにパッこうやって持ってたらさ、え、でもこれパッ、まあ、視聴者パッと見るとお酒かなって思うんじゃないかな。淡路島だっけな、行った時に入ったらお酒っぽい。今でもお酒って思う。質問募集したんですけど、ちょ今回はですね、お泊まり会のワクワクトークテーマです。あ、もう一回言っていい、もう一回。お泊まり会の夜のワクワクトークテーマです。私もちょっとそっちと、てかそのスプーンどう？あんまり、あんまりじゃない。どう？普通のスプーンと比べて。さっぱりして美味しいよ。どっちも美味しい。恋バナって言ってる人がやっぱ多かった。好きな人とか。かいちゃん好きな人いる？これ毎回聞いてんだけど。どう？できた？あ、そっか、新しい学校じゃん。私はここでどう、なんか気になる人みたいな。できた？ん？何を？気になる人。はい。うん、なんだ。あだ名じゃないけど、うん、まあ、A 君って言っております。うん。え、それはママにも言ってんの？うんうん。まあでもさ、気になってるぐらいだったら別に良くないって思うけどね。みんなでさ、そういう話になんない？なんない。小学3年生だったらさ、なんかね、うん、友達がね、仲いい子でね、猫らへ相談してくる。うん、かいちゃんとは別の好きな人。うん、うん、よかった。同じ人だったらさ、気まずいもんね。そう、え、うちも好きなんだけどみたいな。ならないよ、出会いたくない。出会いたくない。まだね、付き合いたいと思わないかもしれないよね。もし好きな子がいたとしても、うん、付き合いたいと思えない。だってさ、うん、付き合ったらさ、もしかしたら結婚するかもって、ペーちゃん結婚しちゃくないわけ。え、なんで？なぜか。あ、まあ、まだね、そうだよね。だから、かんない友達と暮らしたい。まだね、結婚は考えなくてもいいんじゃない？もっとさ、小さい頃にね、うん、
仲いい友達がね、うん、4人いてね、その子たちと毎日フルペンで遊んでた、うん、そんな感じで暮らしたってこと、うん、グループだった、うん、だ5人だからさ、うん、グループになってくださいって言われた時分けれないじゃん、うん、だから難しい。なるほどね、奇数だからってこと。うん、前の学校でも今の学校でもなぜかグループが作られ、仲いいグループに、うん、まあ作りがちだよね、そういう学校、集団生活は。けど、うん、保育園では5人で、うん、前の小学校では4人で、うん、今の小学校では3人、うん、どんどん減ってて。いいんじゃない、クラス替えとかさ、あるじゃん、なんかその度に変わったりさ。ないよ。ん？クラス替えないの？いや、なんか今までやったことない。なんか2年ごとに変わる学校もあるし、3年ごとの学校もあるのかな。へえ。2年の小学校の時は、うん、あ、最初の小学校の時は2年に1回だった、うん、でも全部1組だった。私いや、変える意味ないじゃん。年々はないけど、みんなは変わってたりした。なんで別に、え、なんで1組だったんですよ。たまたまだから全部2組の子もいるし、211の子もいるし、121とかの子もいる。私もその時は小学3年生の時は結婚とかそんなの考えたことなかったし。大丈夫。大丈夫じゃない。え、変わるし。ばあちゃんってね、うん、学校じゃない、うん、友達と遊ぶわけよ、うん、けど、うん、一人で遊ぶことができ、うんうんうん、しかもね、うん、まだ、ね、家でね、うん、トトちゃん忙しくてママ料理してからだから、うん、ポケモンカードができなくて、うん、残念だったわけ、うん、だから、うん、一人でポケモンカードして、うん、だから透明人間がいて、うん、だけど透明人間は何もできないから、うん、めっちゃ弱い。わかるわかる。ねえ、でもそんな感じ。想像しながらやってた、ポーカー。ねえ、食べ終わっちゃった。早い。早いかな。一緒に食べて、うん、やっぱ恋バナが多いですね最近。キュンとした話は、ええ、ええ、ええ、どうする、キュンとかない。例えば小学3年生だったら、うん、消しゴム拾ってくれてなんかあっみたいな。ないの。ないよ。あ、じゃあよくあるある、図書室で本探してたら、あっあっみたいな。ないよ。キュンとしないか、したことない。ない。じゃあ気になってる A 君。A 君。うん。A 君はどこが気になってるの？顔？うんうん。声、性格、身長とか、なんかいろいろ、名前がかっこいいとか。ないもん。まあなんとなく、なんとなく喋ってる感じでなんか気が合いそうだなみたいな。だって書いちゃって、うん、仲いい人と好きになる、うん、仲いい人が好きになる、うん、あ、なるほどね。ラブじゃなくてライクって感じ、うん、もうかえちゃん好きなのもムチムチじゃなくて普通に好きって感じ、うん、仲いいと好きになる、うん、まあそうだよね。友達からっていう感じか。生まれ変わるなら今と同じ人生を選びますか。けど同じ人生を歩みたいと思っても、うん、人物は変わりたい。やばくないそれ。どういうこと。だから猫になりたいとか。あ、そういうことね。メカブになりたいとか、そういうこと。うん、けど、うん、同じところで同じことをしたい、うん、同じメカブになって小学校に行って勉強するメカブになってもトトちゃんとママと出ていく。素敵。じゃあ猫になって食べて寝て、うん、食べて寝て遊んでママと一緒に暮らすみたいな感じ。え、でもさ、一緒に旅行とか行けないか寂しくない？それそうでしょ。キッズパーク行けないじゃん。今のままの方が良くない？私もやっぱ
今の道かな。まあいいや、そう言われたら今の道に良くなってきた。もういいや。終わもういいや、あげる。え一回冷凍庫閉まっとく。うん、ほら下のせんでも食べてください。ミッションミッションクリア。じゃあこれはクリアじゃない、ミッション。ハルトの部屋だけで。なんとミッション成功。忍者だよ。忍者みたいだね。見て忍者。忍者なの？忍者。かんちゃんのさ最近のルーティン教えてよ。平日の普通の日の学校がある日のルーティーンっていうか何時に起きる？まず、うん、起きる時間はだいたい7時、うん、7時けど早く起きるときは本当に早く起きる、うん、言ってたやつ、ね、4時とかって言ってたよね。7時に起きてで着替える、うん、着替えて、いや着替えないまだ、ね、朝ごはんを決める。決めるんだ。でYouTube 見でギリギリの時間になったら着替えて、YouTube 見てギリギリになって YouTube 見で行く。あ、なるほどね。いやギリギリというか7時もう終わりギリギリ、その後にランドセルしょってネクラやネクラ、うん、アルクビリアで、まあいろいろな言い方あるんだけど、学校さ中休みとかあるの？ある。1、2時間目が終わってから中休み20分ぐらい。で前はね、前の学校はね、掃除がなかった。え？けど前の学校？うん。前の学校って私が最後行ったとこだよね。うん、え掃除なかった？うん、嘘。掃除なかった？え？あるだろ掃除。ないよ。だから帰りに、あのね、掃除してくれる人がいて、それ多分校門の掃除が終わったもんで、そうだっけ。前の学校は掃除の代わりに昼時間っていうのがあって、ふれあいグループとか図書とか、ああいうのが代わりにあった。掃除なかったっけ？なかったよ。あった気がするんだけど。私ないよ。私は最初の小学校の時バッチバチに小あれ掃除してた。バチバチ、うん、いうことバチバチだから、ね、すごいってこと。掃除ってさ全部机と椅子を後ろに下げてゲームで前をサササササってやってから、この全部また前をやって後ろの方をサササササってほうきで入ってから雑巾のバーで。待ってこれに言わないでピーって言ってね、小学校でピーってやってね、うん、かったかった。小学校はね、掃除の時間は、当番が分かれてる。で、机を運ぶのは給食が終わってない人でも前に行って、前に行ってもで給食が終わってる人はお盆を乗せながらこうやってやって、で、またお盆を持ってくる。で、ランチをもっと片付ける時間があったらランチをもっと片付けて、でそこから掃除の時間のコースが流れたらやる。じゃあ食べ終わってない人は？食べ終わってない人は昼休みに掃除をする。雑巾が後ろに並んでほうきが前に並んで、もうこう列で行って教室を掃除するの。懐かしいですね。でもう掃除の話いいかもしれない。ごめんね、私がなんか懐かしくて言っちゃった、はい、お化けっていると思う？いるんじゃない？私はいないと思う。理由がある、理由がある。前の児童館があって、その児童館の先生がね、中学生ぐらいに体育館あそこで遊んでたって言って、そしたらなんか青い火の玉の妖怪が出てきてたって。で、そこから死んでた。
で、かえちゃんもその話を聞いて信じた。そういう意味だよ。なんかお化けっていないと思ってるんだけど、うん、そういうさ、お化け屋敷とかさ、うん、人が脅かすじゃん、うん、わーっていう感じ。だからそれは怖いよ、わーってなって。だけど、うん、お化けは怖くない、うん、なんで？怖い雰囲気でお話とかされたら、うん、わー怖いってなるけど、うん、いないって思ってる。その怖くはなるけどいないの、うん、本当に。お化けって何みたいな。お化けさ、もしいるとしたら、じゃあもうここにもいるじゃん。いるとしたらどういうことやねんって。なんだ、今まで地球ができて何いくつもの命がさ亡くなったと思うのって思うの。そうだよ。だからさ、ゴキブリの幽霊もいただろうし。え、待って、幽霊とお化けって同じだよね。え、違うの？違うってえなんかそれ系がもう本当に分かんなくて。例えばお尻丸出しにしてるすごい臭いお化けがいてもさ、いいわけじゃん。わかる意味？すごいハゲてすごいイケメンのさお化けがいてもいいわけじゃん。うん、いてもいいよ。そう思ったらさ、怖くなくない？あ、イケメンじゃんみたいな、あのお化けみたいな、ね、なんかさ、そういう感じで思っちゃうんだよ。白いワンピース着てんのお化けって。え、なん、お化けって何？お化け、どんな格好してる？お化けって、うん、まさにこれで。まさにこれ？まさにこれ。じゃあこの白いさ、なんていうの？なんかタオル。タオル。白いタオルかけてウェーって言ってんじゃん、うん、別に白いタオルじゃなくてもいいじゃん、別に、うん、ハート柄のお化けでも、うん、でもそういうの想像しちゃう。だからサングラスかけてるお化けがいてもいいわけじゃん、夜なのに。そう思っちゃうから怖くないの。あ、そうなの？いないの、うん、だっていないから。もしいたらネタにするからって思うと全然怖くない。わかる？わかる。今緊急で回してるんですけど、今いましたって。見てくださいみたいな感じ。サムネは言う、お化けを捉えた瞬間みたいな。ねえねえ、あのさ、うん、いや、ごめんね、なんか盛り上がっちゃったって。盛り上がった。かえちゃんの通ってる学校に七不思議とかあるのかな、だって。あってほしいけどない。ない。あってほしい。トイレのなんか、花子さんとか。うん。七不思議ってなんだろう。七不思議とは。それしかわかんない。いや、トイレの花子さん。七不思議とは。うん。トイレの花子さん。いや、トイレ七個あるってことでしょ、定番のが。うん。花子さん、うん、階段のやつ。何階段のやつ？階段であるの、そういうの不思議が、うん、人体模型が。あ、うん、あ、ピアノのモーツァルトとか。あ、それも、それとかもあるし、うん、5個目、6、7だから、と学校にも、あ、理科室の、あ、それか、人体模型、理科室、音楽室、体育館は、体育館。体育館は、はい、なんだろう。体育館はさ、あ、なんか思い出しすればありそうだっけ。給食室とか。給食室だったり。給食室の。でも体育館あるからまあいいや。あと一つ。あと一つ？だから給食室でしょ。まあいいや。あと何がある？あ、校長室とか。校長室ありそう。そうじゃない？あ、職員室。あ、待って。もう別に。校長室の、うん、なんか校長室ってさ、マネキンみたいな模型があるみたいじゃん。そうなの？かっちゃん的にはそういうイメージ。その模型が動く。え、ちょっと調べてみたくない？学校の七不思議。うん、10位か10位。ただいまであるの全部知るとだって。いいの知ってていいの？かいちゃん。あ、あったあった、音楽室のベートーベンの肖像画。ほら、あ、一人でになる楽器。何それ。いいの全部見ちゃって、かいちゃん。大丈夫けど。歩く二宮金次郎像。あ、私前の学校にあった。あったの？最初の方の学校に二宮金次郎の像が学校の裏にあった。動く人体標本。え、もう模型でいいんじゃない？一段多い階段。あ、これのこと。うん。トイレ。ああ、鏡にまつわる話だって。トイレの花子さん。うん、もう、もう、何？森の座。森の座？
モナリザと目がモナリザ？モリザ？なくない？モナリザとか、まあいろいろあるんだと思うよ。あ、学校の七不思議っていうもうお化け話なんじゃない？だからいっぱいあるんじゃない？十七不思議とかさ。十七不思議。どんだけあるね。まあそういうの好きだよね。私もこういうの好きだった。なんか絵本っていうかアニメもあったの。アニメは、うん、なんかよくあるの。アニメは。うん、よく出てくるの、妖怪。妖怪ウォッチ？朝にやった方が怖くないよ。今怖い？今怖い。じゃあ怖い話はやめよっか。やめよっか。私も怖い話はね、好きじゃないんだよ。え、母ちゃん好きだけど、朝がいい。朝がいい。朝がいい。確かに。じゃあ最後、最後の質問いいですか？この夏にしたいことありますか？この夏にしたいこと、はい、といえば、まあいろいろ。いろいろ。夏休みあと1ヶ月ぐらいあるよね。そうだよ。長っ。え？あ、そうだ。さっき夏休みの予定も聞きたかったんだ。すぐ話それちゃうか。夏休みは何時に起きるの？夏休み11時から8時。え？え？11時から8時？8時。8時から11時じゃなくて。そうだよ。8時から11時だよ。うん。その間に起きるんだ。うん。もう眠くね。で、何時に起きる？え、眠い？何時に寝るの？1時から1時から？嘘でしょ。違う違う違う、間違った間違った。17時から17時？違う違う、11時11時から1時。1時、あ、なるほど。1時からって言えば1時から4時の間かなみたいな。やばいでしょ。起きちゃうでしょ。起きちゃう。もういいですか。なんかさ、永遠にさ話してられるよね。じゃあ終わりね。あ、もう電池もやばいし。やばいね。え、40分、40分も撮ってたし。うちらやんね。おやすみ。おやすみ。なんか怖くない？こうやったらほら。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録ってことなのかな。ほら、お願いします。バイバーイ。バイバーイ。